アーネスト連章はイングランドレミントン出身の男子テニス選手。フルゲームはジェームズ・アーネスト連章という。ウィンブルドン選手権が黎明期にあった頃の1880年代に双子の弟であるウィリアム連章と共に兄弟テニス選手として活躍した。ウィンブルドン選手権の男子シングルス6連覇で有名な弟のウィリアムに比べると兄のアーネストは影に隠れがちな存在であったが、 兄弟でシングルス優勝を争ったりダブルスでペアを組んで活躍した1861年1月3日イングランドのレミントンにある連勝家で双子の兄弟が誕生した時先にアーネストが生まれ15分後に弟のウィリアムが生まれた世界最古のテニストーナメントであるウィンブルドン選手権は1877年に第一回大会が行われた 双子の兄弟は1880年19歳の時にウィンブルドン選手権のダブルスで初優勝する。最初期のウィンブルドン男子ダブルスは1879年から1883年までオックスフォードで実施された。男子ダブルスがシングルスと同じオールイングランドクラブで実施され、選手権の公式優勝記録表に記載されるのは1884年以後に、 なる。連勝兄弟は、オックスフォード開催の男子ダブルスで1880年1881年の2度優勝しているが、最初の2勝は、ウィンブルドン選手権の公式優勝記録表に記載されない。したがって、兄弟ダブルスの公式優勝回数は1884年以後の5勝となる。1882年、アーネスト連勝は第6回大会で、 初めてのシングルス決勝戦に進出したが、双子の弟のウィリアムに1から6、6から2、6から4 2から、2から6、2から6で敗れた。当時の競技システムは、現在とは大きく異なっていた。まず、チャレンジラウンドが行われ、大会前年優勝者を除く他の選手たちがトーナメントを戦い、それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦う。 オールカマーズファイナルで優勝を決定していた。ウィリアムは1881年に初優勝を飾り、1882年の大会はチャレンジラウンドの勝者を待つ立場であったが、アーネストがチャレンジラウンドを制してオールカマーズファイナルに進出したのである。1883年と1887年にもアーネストはチャレンジラウンドを制しながらも、 オールカマーズファイナルで敗れ、1883年はウィリアムに、1887年はハーバート・ローフォードに敗れている。1888年の決勝で、アーネストはついに、ローフォードを6から3、7から5、6から0で破り、祝願のシングルス初優勝を達成した。1889年にアーネストは初めて、 チャレンジラウンドの勝者を待つ立場になったが、再び弟のウィリアムに決勝で屈してしまう。アーネスト連勝のウィンブルドン男子シングルス決勝成績は1勝4敗で終わり、そのうち1882年、1883年、1889年の3度が弟のウィリアムとの兄弟対決の決勝であった。連勝兄弟は2人とも創生している。先に、 兄のアーネストが1899年9月2日に38歳で亡くなった。兄の死からわずか5年後、弟のウィリアムも1904年8月12日に43歳で死去した。1983年、連勝兄弟は2人揃って国際テニス伝道入りを果たしている。ありがとうございます。